あ、こんばんは。2023年9月ですか。週間再生数節約ね。ランウォーキング結果です。ランはね、今週3回できました。なかなかできるときとできない。できる、まあ、期間によりますね。なんかね、週間で1763再生ですね。週間いただきました。ありがとうございます。1日平均は251.85再生です。総再生時間12.6再生と時間いただきまして、節約はね、1074円ですね。ので5082円、もう1月と1日じゃなくて、これ1万円かとね。今週、この1月はね、使える余裕金額が少なかったんですが、iPad はロジックプロね、ちょっと1月先延ばしたくて、最高額、ちょっとね、先延ばして、10月で先延ばしたということなんで、5700円です。5782円ですね。で、ランニングは3回の、ピラティスは2回行いましたと、9月の月間チェンジ5.8、あとで再生数トップ5を2回も出ます。月間チェンジ5.、ウォーキングトレーニングで 5.8 公共以上の移動をね、14日間達成できました。9月22日に達成しました。今月は、ね、5分以上のランが比較的に、ね、楽ですね。また運動量がすごくなってくるとね、バッチリの目標が結構高くなってくるので、あとはなんだ、再生数、ダイソーエアタグケース残りをね、なんかね、細かく言ってたんですけど、細かい目で言ってました。500回再生19秒、平均使用時間 111.% です。ポトフの容量上が、平均使用時間58秒、210% ね。超過数248回。今日のローリー、26日のローリーマンシーン。26日なんだ。ほんと。ペペロンチーノだ。160歳、オリプルとかいうとこが160歳数38秒、276.1%。26日、ローリー動画ね。アストリームメイクとアストラのペペロンチーノ129歳数で、14秒 40.5%。10月1日にね、今日ポトフのね、2個目のね、ASM で100球再生58秒、649.8% でさ。なんか普段こう気づかないものに気づけるってことありますね。写真とか撮って後から見ると、あれこんなの写ってたんだみたいなことを気づいたりするんですよ。なんだ、どう結果は。そうやってこう、なんか庭の無意識を可視化するってことですか。なんだ、どう結果は。それも普段目につかないものを見ていくってこともあるんですけど、もう一つでもそういうふうにこう、ワークアウト結果はね、9月に月間5182キロから減算5000カロリーにワークアウトでね、そっちに達しましたね。25日はウォーキングです。 2.79キロ、49分54秒、50分近くはできました。 2.79キロ、57キロカロリー、115ppm ですが、この時はね、目標カロリーに達しなかったりとかですね、今日のね。火曜日の4キロ、34分20秒、14.0キロ、270キロカロリー。134bpm でした。エクベス836キロ。心拍ゾーンを上げないように、ルイがスティングで走り方なんですが、もともと信号もあるので、まあ少ないんですよね、僕のところはね。4キロぐらいだったらね。火曜日3億宣言 3.8。48分37秒、3.18kg、170kg かで、実際これ6メートル、HexBox111bpm。木曜日 3.5kg をランニングね。33分41秒、3.50kg、234kg かで、実際これ62メートル、HexBox111bpm、平均秒109分36kg、平均衝突120は27ワットです。金曜日。32分44秒、
2.12キロ、アクティブキロカロリー99キロカロリー。99キロ、金曜日は短いな、これ。金曜日、ちょっとか、朝ですね、なんかね、朝で若干カロリーが、徹夜だったことだ、ホワイト。土曜日はウォーキング 1.69 キロ、25分5秒、1.69 キロ、今日は77キロカロリー、96ビップ。朝歩いて、土曜日で最後は母のセットスーパーで33分06秒、1.96 キロ、97キロカロリー、100ビップ。土曜日はピラティスも5分4秒、13キロカロリー、82ビップ。こっちからね、アプローチシリーズ、急ないんで、この、デビューの出先ウォーキングか、どうそうだ。ウォーキングわかんないかな。で、ランニング 4.1、これがアプローチシリーズなんで発弾、36分57秒、4分01キロ、252キロカロリー、平均速度124ワット、平均速度 133bpm、上昇速度34メートルね。鬼滅92、13秒キロです。では、ありがとうございました。